皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組 iWave 松阪です。さてこちらの広報松阪6月号、もう皆さんご覧になりましたか？表紙にもある通り、松阪市では6月16日水曜日に大黒田町のマックスバリューサンフラワー店内に松阪市マイナンバーセンターを開設します。マイナンバーセンターは市民の皆さんにとってマイナンバーカードの手続きをより身近に便利に活用していただくことを目的に設置します。ショッピングセンター内にあるので、お買い物ついでに立ち寄っていただくことができますし、水曜から金曜の平日は夜7時まで、週末の土日も利用できます。開設日の6月16日にはマイナンバーカードのマスコットキャラクターマイナちゃんも応援に駆けつけてくれますよ。マイナンバーカードの受け取りのみ予約が必須となっています。詳しくは戸籍住民課までお問い合わせください。それでは今回のラインナップです。三重常若国体のマスコットキャラクターとこまるの稲わらオブジェが完成しました。郷土の偉人の似顔絵を田んぼアートで再現しようと田植えが行われました。県大会で優勝した三重高校弓道部が竹上市長に優勝の喜びを報告しました。今回の暮らしの安全情報は、身近にある危険物をご案内します。